たまにやる FGO ガチャ6周年福袋編、イエーイ。さあさあ、というわけで、はい、うん、始まりましたね。始まりました。まさか FGO ガチャ企画を新チャンネルの方で上げると思わなかった。そうですね。いや、上がってんだけどね、厳密に言えば。はい、あの星のカービィ3で色違いフリーザー出現ってミラクル映像だが、奇跡の映像をなんか、ま、総集編した、うん、サブチャンネルでの、そこの時にちょっと入ってんだよね、 FGO の奇跡集って。はい、うん、まあまあそれは置いておいて、今回もやっていきましょう。久々に、はい、久々にやっていきましょう。さあ、福袋ガチャだ。うん、夏のガチャ、さあどうなるって感じですよね。うん、まあ水着ガチャではないのだがなって。うん、まあね。さあ、というわけで、はい、上が、沼で、下が勝の、スマホでございますって、はい、で、思いっきりね、今ピックアップのコヤンスカヤ、うん、今回のね、大目玉、うん、今回の6周年イベント大目玉、もう引くわけじゃないんだけどね、僕なんでここのページにしちゃったんだろう。まあ理由はまあいろいろあるけども、単純な話、僕は何だろう、今回狙うキャラいねえなっていうね。勝くんは、なんだっけ、ハイフードサーバントでなんか狙いたいのゲットちゃんだよね。そう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 、アルトリアだっけ。そう、アルトリアセイバーを勝くん念願ついゲットしました。ハイフードゲットしました。僕はちなみにモードレット選びました。持ってなかったから。うんうん、だからあれ今回どうしようって。うん、確かにまだセイバーの武蔵ちゃん持ってないし、うん、水着のアルトリア持ってないからそっち狙おうかなって思ったんですけども、いや、やめとこうと思って、僕はあえてちょっとね、もう持ってるスカタハとかで、ね、いる、とりあえずまだ水着じゃないや、水着沖田は持っているけども、セイバーの沖田持ってないから、うんうん、沖田さんでいくか。なるほど。というノリで、本当ノリの勢いで今本当に撮影しているので、はい、もうほぼほぼノープランです。うん。うん。本当にその勢いだけでよしやっちゃうかっていうくらいで。そういう感じですね。で、ちなみにカツ君、はい、君はあれアルトリアと、そう、水着アルトリアと、武蔵ちゃんのところを目安で狙っていきたいなと思います。ちなみに誰が一番欲しいの？失礼。水着お茶飲もうとしちゃった。水着のアルトリア狙えたら、もらえたら、ゲットできたら嬉しいかなとは思うかな。つまり勝君は、うん、セイバーのアルトリアもゲットしちゃったから、うん、水着のアルトリアも引きてえと。うん、あわよくばね。うん、なぜキャストリアに行かないんだ。まあ俺もキャストリア持ってるけど、もう勝君持ってないでしょ。持ってないんだよね。じゃあ果たしてね、とりあえずじゃあ勝君の推しは、うん、水着アルトリア。はい、じゃあ私は、とりあえず沖田さんで行こうと思います。はい、じゃあ行くか。おう、よいしょ。あ、ちなみに、はい、我々これこそ30回して、30っていうかね、石30使って、つまり回すじゃん。うん、で、俺今石60個くらいあって、うん、で、かつか90個くらいあるんだっけ。僕は、この後、コヤンスカイの方にもう一回挑戦します。かつかもそこ挑戦する？やってみましょうか。うん、そこで、つまり、うん、チャンスは、20で約、うん、うん。と、おまけ1。いいかな。うん、ですね。うん、ちょうどそれ1個くらい余るんだよね。うん、お前ちなみにいくら買ったんだよ。ん？お前優勝っていくら買ったんだよ。3000円分だから何個だ？わからない。俺だけっていかがり買ったの？もういいよ、それだけあればっていうくらいでずっと食べてたから。だって勝君は予備風そんなないけど。予備風が19枚あって石が91個ある。俺予備風30枚取ってあってね。これはあの水着ガチャで、ね、いつかのリベンジを果たしてやろうと思ってて。うん、うん。まあ、何のリベンジになるかわかんないんだけど、まあとりあえず、うん、いきますか。はい。もっとノリの勢いすぎて、もうさあ行くぞっていう気持ちになってねえんだよね。うん、じゃあ行くぞ。せーの。のほい。ほい。なんで？なんか俺バグった。マジかよ。あはははなんだろう。やべえ。いざ回そうとするとなんか俺バグるね。じゃあ待ってるから。なんで？なぜこのタイミングでバグる？なんでだよ。え、もしかしてもう動いちゃった？これで。え、わかんない。あのど、あーあー、動いちゃった、動いちゃった。ごめん、なんか動いちゃった。待ってたのに、俺。遅れちゃったじゃん、俺。なんか、俺の上のスマホ、ほど、なんか、調子悪いんだな。うん、あれ、俺1枚目から？ 1 枚目から来たじゃん。セイバー。
ってことは、え、嘘でしょ。ああ、星音のお姉さん、真っ黒か。ねえ、俺固まってない？なんか遅いね、すごく。俺2枚目同じのがダブってる。おいおい、ねえ、私完全に上でフリーズしないか？固まってないか？すごくゆっくりになっちゃったけど。ゆっくりという一時停止状態じゃない。あの、大丈夫ですか？ちょっと不安なんだけど。あ、レインボーだ。でもあ、レインボーの街だったのね、それ。長いよ。ダメ、長っ。なんか電波悪いんだし、ランサーでしかも。ああ、宝具強化だ。あ、うん、お、俺は見えない。これは誰？おお、やったやん。ん？カツくん分かってないキャラ。おめえの割と好きなキャラだよ。そうなんだ。初めて会ったから分かんない。やったじゃねえか。やったじゃねえか。いや大丈夫、俺はまだ奇跡を信じてる。あ、はい。お、お、来た、水木。来た、やったやったやった、おー、やった。カツくん、リアクション。だって今びっくりしちゃって、今すげえ。よし、ああ、ね、やべえ、狙ったのが来たのも珍しい。ノリと勢いすぎて俺ら、うん、もはや混乱が多いんだけど、で、頭の中で。俺フリーズで焦って何もリアクションできなかったんだけど、うん、ハプニングすぎね。カツくんの欲が叶ってるぜ。願いが叶ったのはすごく嬉しいけど、まだ来るかもよ。今何枚引けられたんだ？かなり引いてるよ。なんだろう、だいぶ俺フリーズしたからさ、うん、順番が分かんなくなってきちゃった。なんかよく分かんなくなっちゃった。カズ終わり。終わっちゃった。カズ良かったじゃん。うん、良かった。もう一丁。おはようございます。アーチャーアルトリア、召喚に応じ参上いたしました。慣れないクラスなのでお役に立てるか分かりませんが、よろしくお願いしますね。ああ、よかったよ。いや、よかったじゃん。でもガリアクションが薄いよ。だってなんかトラブルだらけでリアクションしづらかったと。すごく、おめえイリア引いた時のあの派手なドアリクションどうした？なんかすごすぎてね、頭の中に情報がいっぱいありすぎて混乱状態なので。俺の上のスマホはフリーズしたけどね。さ、よし、行くか。やべ、目的終わったわ。もう俺はまだ終わってはいない。まだこちらが引けるんだな。あ、俺90回だと思ったら2回分なんだ実際は。ああ、そういうことか。え、そうだろ。理解した、やっと。よし、俺はあとこれで。うん。じゃあ、押します。こやん。いや、待った待った。え？これはさよりか。は。よし、じゃあ、はい、行けよ。せーのー、てい。おい。あれ、押せなかった。はい。ここでまた俺止まったらいいのに。さあ、去年は俺、これキャストリア普通に引いたけど、ちょっと待って、また俺止まった。さあ、最初は。いきなり冷蔵からだよ。俺もう不安しかねえ。これで俺引いたら俺すごすぎるぞ。よし、冷静に考えよう、うん、俺はフリーズすれば出る。そういうことだね。勝手に言ってるけど、フリーズで確定か。超フリーズしたら確定するよ。うん、うん、フリーズねえな。うん、早いね。合ってるのか合ってるのか分かんないけど。っていうか、もうちょっとかつかアルトリアリアクションしろよ。一応欲しかったけど、あれちょっとフリーズだこれ今。いや、期待すんな期待すんな。ほら、何にもね。
マジのドフリーズが遅れ。おう、来たら来るよ。ほんま、本当に。来るか？しゃー。ここでカツくん引いたらすげえんだけどな。本当にすごすぎるよ、そしたら。うん。いや、なんか、本当ガチャを見るのが、ものすごい俺久々。おずっと予備を試してたから。うん。ほんとそれ、ほんと久々。おお。あれ？あれ？なんか奇跡起こった。下のアルトリアって上でエミやった。すげえ、すげえ、なんか起こった奇跡。おお。持ってるやつだけど、よっとぞ、ベイビー。あれって。そうか、持ってるやつだからそんなフリーズかかんなかったのか。いやー、びっくりした。思わず、あれってなったな、さすがに。スルッと出したな、俺今。だって、いや、スッてきたもんね、ほんとに。うん。あー、びっくりした、今。あー、でも、よっと。おめでとう。うん。下でアルトリア、上でエミア。イエイ。イエイ。うん。さらにもっと言うのであれば、うん、ね、言い方変えれば、ちょっと待って、うん、固まってない？いや、終わりだよ、よかったよかった。もう怖いんだけど、固まらないで、ここで。うん、さあ、とりあえず、じゃあ、このラスト1。どっからで戻すよ。え、もしもう一回回してみろ、お前。でも、ここで優勝席分先に回しとこう。よし、じゃあ、カズくん、そこ行ってみ。こっち。はい、謎のこの1回っていうやつ。あ、落ちちゃった俺。ごめん。どうぞ。いいよ、俺待ってるから。ごめん、引いちゃったそのまま。うん。何が出るの？何が出るんだ？デフォだけど、どっちかというと。うん。え、カズくん、もう一回回す？一応回すか、うん。せっかくだしな。うん、俺予備符は絶対使わ。うん。本日分召喚済みになってる。うん。じゃあ、カズくん。押してみる、やってみるね。行ってみよう。せーの、はい。これで出たらすごいけど、出ないでしょ、さすがに。もう。終わんないよ。だってもう、運、使い切っちゃったじゃん。なんか起きるかも。起きたらすげえよ。俺、どっかのタイミングで上を座って。おお。どこのタイミングで押せるかもわからねえ。なんだ3枚目3枚目。いやでもエミア出るとは思わなかったな。おほう。あ、沖田さん育てようと思ったけども、でも水着沖田いるんだよな。レベル100まで育てた。うん、うん、だからなんだろうね、引けなくても別にいい夜間があるから、なんかすんごい微妙な気持ちなんだよ、わかるこれ。ほんと、水着でなんか勝負してと思ってるぐらいだから。よし、外行こう俺。おう、行ってらっしゃい。じゃあ行ってきます。一回だけど、謎のよくわかんないガチャ。うん、なんで調べとかないねんて。よっ、よ、冷蔵で終わったよ。下も冷蔵でした。え、これどういうことなんだろうね、優勝席で一回だけ引けるってこと。まあそういうことでしょうね。かちゃんと調べてなかった俺たちがね、ほんと、ノリと勢いで、あるんだ、行こう、で行っちゃったからね。うん、俺、情報はあんまり知らないで来ちゃったし、そして。うん、なんか、連想のまま終わりそうだな、ほんとに。これで終わりか？あ、もう一個あったわ。猫が鳴いた、うん、うちの猫が。よって奇跡が起きる。どうだ。何も起こらなかった。何も起こらなかった。終わった。終わってもうた。終わったよ。そう、石がもう使えないもんな。うん、15個あってももう使えねえ。こういう状態だから。閉じます。いやー、というわけで。というわけですね。終了でございます、ね。終了でございます。
俺目的のもの引けました。ありがとうございます。俺はまあいいやっていうくらいで、よかった。そこまで FGO に欲がね、あのだいぶ出しちゃったからね、うん、水着ジャンルの時に、うん、来たーやったーっていうあれをねやってしまったからね、うん、あーってモードレットもゲットしちゃったし、うん、あーって、うん、私これからどうやって強化していこう、大変。とりあえず120目指すなって本当に大変だわ。っていうか俺も人のこと言えないけど、うん、俺はもう第2部の、うん、そうなんだ、まだあの残念ながらその6章のところいないんだけどさ、でも第2部のねもう 5章以上いるね、うん、おめえまず第1部クリアせや、はい、うん、というわけで、はい、以上 FGO ガチャ、はい、次回水着編に行きます。次回を楽しみに、うん、もはや告知だよね、うん、水着で2番に買おう、リベンジをします。何か弾けるだろうきっと、あの時のね伝説の伝説の事件、そうこれはもうあの星のカービィ3の時の動画に、うん、まとめてあるので、まとめてあるんでどうぞご覧ください、うん、そこでできとあの我々があの水着で ね特に勝くんがあの時どんな奇跡を起こしたかって俺も俺でね、うん、であの時に俺は奇跡を残しておきたい。だからこの予備符は30枚全部守り取っとく。その時俺も予備符残しとかなくちゃ、うん、もう俺はあの予備符にかけるよ全てを予備譜にミラクルが起きるからね、うん、俺はもうそこにかけるぜ。おう福袋にかけろやって話だよな、これ回してんのに。さあというわけで、はい、次回またお会いしましょ しましょう。9月くらいかね。9月くらいかい、うん、ではまたお会いしましょう。なんだったんだろうね